デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ナボアです。ナボアです、ライブ終わりました。終わった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ファンタジアリリースライブの東京公演ということで、今終えたばっかりです。久しぶりの、ね、有観客のこの大きいところのライブ、最高でした。最高でしたね。ありがとうございます。本当開催できてよかった。ね、本当になんかもうマジで本当にやるのって、なんか割と俺昨日ぐらいまで結構不安だったんで、なんとか開催できてよかったですね。じゃあで今日のトークテーマ、オリンピック開催にちなんで好きなスポーツはってことなんですけど、僕らバンドメンバー4人中3人元サッカー部。そうですね、でその3人中2人はキーパー。キーパーめちゃくちゃな守るね。サッカー見てた？いやー見たよ、まあ、そうな、スポーツ全般俺全部好きやけど、やっぱ特にサッカーかな、なんかその今年は、まあ、ユーロ2020もあって、7月はずっと、まあ、6月後半から7月にかけてはずっと俺もうサッカーばっかりです。確かに移動中めっちゃ見てるよね、サッカーで。まあ、その後オリンピックもあってめちゃくちゃ楽しかった。今年あと僕そう、もともと走り高跳びの選手やったんですけど、今年のオリンピック男子走り高跳び2人金メダルっていう、なんかかなり珍しいパターン。ああそうやね、バルシムとタンベリーが、ライバルがね、ちょっと2人とも金っていうのはめっちゃ僕感動しました。珍しい、珍しい。ライブの感想より遠くなんかスポーツの方が結構盛り上がるなこれ。不思議なもんです。スケバレくんの見たな。いや僕ちょっと1秒も見てない。あ見てない。なんか、まあ、全然ついていけない。スケボーね。スケボー良かったですね。確かにね。素晴らしい。なんか若い人らすごいもんね今。なんか。もうだいぶ僕らも年いきましたけど、まあでもまだまだ音楽は続けていくんで、ちょっと告知があればなんですけど、そうですね、まあとにかく今、7枚目のフルアルバムのファンタジアリリースしたばかりですので、そちらをぜひ聴いていただいて、でライブも随時いろいろやってますんでね、よかったらホームページを、に飛んでいただいてスケジュールチェックしていただければと思います。ではまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。